大人気ダークファンタジー赤目が切るの衝撃に満ちたエピソード0。赤目が切るの物語から数年前、帝国に飼われた少女赤目と黒目は厳しい選抜の末引き離されてしまう。帝国は中央政治の腐敗により各地に反乱分子を抱え、これを憂慮した帝国は暗殺専門の部隊を設立。兵器として育てられたのは無垢な子供たちであった。そんな赤目の初任務の標的として現れたのは、いつも優しく接してくれていたマーサだった。生きて妹の黒目と再会するため、非常ともいえる任務を遂行する赤目。人を切ることで幸せが生まれると信じて、彼女たちを待ち受ける過酷な運命の物語が今始まる。赤目が切るゼロ、コミックス第2巻絶賛発売中。コミックス第3巻7月22日発売。赤目が切るゼロは月刊ビッグガンガンで大好評連載中。赤目が切るコミックス第12巻も7月22日同時発売。